ようこそ室戸へ。この動画では室戸観光の一例をご紹介したいと思います。室戸でマグロ漁の栄えた時期に発展したここ室津には、周辺に四国88カ所巡りの25番目のお寺新勝寺があります。ここでの食べ歩きに最適なのがこの揚げドラ。港建設の伝説が語り継がれるこのエリアでは、地元ガイドのツアーも人気です。そして絶対外せない室戸の名物金目丼。室戸岬に行く前に、ここジオパークセンターで室戸の大地について学習。ジオパークの理解を深めてフィールドワークに出かけましょう。ここ室戸岬のジオパークサイトでは、壮大な大地と海、独特の植生を肌で感じることができます。周辺には巨大な空海の像、空海と同じ水平線を眺めています。岬のサキュレントハウスでは約600種類の多肉植物を見ることができます。室戸の温暖な気候は多肉植物を育てるのに最適。多肉植物の寄せ植え体験が人気です。最後に平川町の街並みを散策。このエリアでは昔ながらの風情ある街並みを楽しむことができます。お会いできることを楽しみにしています。